おもちくんやほ。けいすけ、夜勤中なの？なう？夜勤中？頑張って。じゃあもうたまらんって。ハマよ、ハマ。見てほ。みれんちん。みれんちゃん今日も、あ、そう言ったことがあった。みれんちゃんさ、いつもさツイートインしてくれたら超嬉しいんだけどさ、リプしてくれたらさ、それリプでお話もしたいからさ、送って。今度なんでもいい。リプはね、全部返してるわけじゃないけど、たまに返したりしてるから、ごたん。たく、あ、こんばんは。レニーで見ました。受け付けしたからね、ありがとうございます。おはちぽよ。ゆうくんこんばんは。お兄ちゃん、こうさんやほん。しゅうやほー。ありがとう、今日も。なんかさ、もっと話したいことあってもさ、なんか楽しいからその場で終わっちゃう。名古屋2日間ありがとう。もう家帰ったの？ありがとう。会えてよかった。ゆうちゃんやほー。ゆうちゃんこんばんは。えなちゃん。桃色の。えなチャンネルへようこそ。あ、キジネコちゃんだ。キジネコちゃん。キジネコちゃん。3月20か3月22は何やないの。アピールタウン。かわいいんた、ありがとう。デブのチキってずっと、そう、かわいい。全然、何送ろうかなって。かわいそすぎや。何でも嬉しいけどね。横山、あ、ちょっと暑い。こっちにしよう。はあ、前髪切れすぎた。あ、切れすぎて下毛点。前髪かわいい、やばいよね。でもね、なんかすごい指導だけで過ぎたってわけじゃないけど、なんかバチーンって切っちゃって、ちょっと幼くなっちまう、なっちまーてん。でもちょうど誕生日とかそのくらいのワンマンとかの役にちょうどいいかも。2週間後くらいです。ちょっと伸びてるかもね。だからーやっほー。いやね、23日そのこと聞いた瞬間さ、あ、早く言わないとと思って、ずっと気づいてくれてよかった。ここのホテルのね、あれめっちゃいいよ、ボディーソープ。やばい、うわ、横になっちゃった。縦がいい。横がさっき、こんばんは。ホテル特定した？キモ。僕も話忘れたことあるのよな、ついさっき東京。そう、なんかさ、次会えたらこれ言おうとかさ、これ聞こうとか考えるけどさ、いざ会うとさ、なんかその時の
感じで、なんかさ、あれだよね、話したいこと忘れたり、ああ言ってなかったみたいなね、あれあれだよね、それはあるある。どうも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 、こんばんは、はくん、やっほーやっほー。昨日都内のバンドリーパー見に行ったんだって、ね、いいな。お尻3日分に配信、こうやって、あっやっほー。落ちたらその瞬間お姫様抱っこしに、えしてほしい、男の人にお姫様抱っこしてほしい、してもらおう、すぐるちゃんに。すぐるちゃんはそのために鍛えてるもんね。てかさ、嬉しかったよ、人生で一番嬉しい瞬間さ、第3位と第2位にランクインしてた。第1位のあのあれには負け負けましたが、強すぎました。すっきりしたもん、ほんと寄ったね、ちょっと短くなったの、ほらこれリップなんちゃって、ちょっと見れてよかった。もう寝るぞ、早いね、おやすみ。みんな明日平日か、週も平日かも、お仕事ですか。月ハートありがとう、コメントとか全部何送るかめっちゃ考えてるかわいい。じゃあだからリプも緊張しちゃうってことか、かわいいな、ほんとね、何着ても嬉しいから。あ、なんか言ったか、あ見た時一緒、結構テンションマジ、なんかとりあえず少女バーの予定表、あなたの予定表と見比べて、ちょ、ま、待てよ、に、に、き待てよゆうちゃんやっほー、ゆうちゃん今日のやつ2位だったからいいにしなかったふてくされしより、先生やっほー、やっほ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 ほー、先生やっほほー。キさんこんばんは、ん、誰か結婚しててスタンプ誰、ザキありがとうスタンプ、キさんこんばんは、これ言ってるのかもしれん、電波聞こえて、あん、ハックン昨日都内に行ったんでしょって、バンザイジャポンいいなーって話を したんよ。なんかハスハスなんだが、なんで、どうしたの、どうしたの、どういう状況、興奮してるってこと次々更新される予定です、わかった、更新したら教えて、よし、だって今このコメント読んでるの第3位でしょ、じゃあ今第3位だね、こんばんは、そうそう、何でも緊張しちゃうかわいい、こんなしおりに緊張してくれてるんだね、なんていうことかしら、そうそう、あ、そう、たまたま、あ、たまたま系もう、あれ、まあ、たまたまでも嬉しいけどね、見てくれてる、さいちゃんやっほー、昨日のアーカイブ見てないんだよね、早く見たい、ナイコミラさひちょー、そう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 、あれはわさびランキング、えーなんかいちいち、どこか、はあ、私そういう栄養素はないわ、マジカルアソルト可愛いじゃん、ありがとう、今日はね大阪におるそう、ちょっと間違えた、名古屋におって明日から大阪に行くんよ、よろしく、もし会いに来れる方がいたらぜひ来てください、目がねコロコロする、コロコロ、よいしょ、うん、ちなみに今日もたまたま大手町にいました、あ、でもチェキツイの子とかぶってたもんね、あんちゃん、あんちゃんとかぶってたんだ、小中が可愛すぎていつも緊張しちゃう、そうなの
でも前会った時ちょっと緊張してた。可愛かった。でもさ、これからまた次に会えたらさ、この前会えた時よりもさ喋れるかもね。いい長いからの大阪は半端ないなでしょ。何が大変ってアビコさんだよね。隣組も見るなんてね、勉強熱心ね。当たり前よ、当たり前、絶対に見るんだから。全部のライブ動画見る。自分が出てるか出てないか、男の子がよかった。とある子にハモリの音を送る約束してたんだった。忘れてたよ。待ってるね、待ってるね。何を？大阪で待ってる。あ、ワチプル結婚してスタンプ無理無理ちゃーん、寝ろ。アイライフさんのリリーちゃんです。あ、そのツイート見た。なんか戻るわみたいなツイート。一人部屋になりそうになってるんで。いやマジキモいよね、しおり。本当にやめた方がいいよね。しんどーと思って。そうだ、お洋服気づいたでしょ。わざと、わざとだよ。本当にしおりの、しおりのさ変な性格に合わせてくれる。本当にこんなクソ面倒面倒なのにさ、優しすぎるよね、なんかメンバーってなんてことって思うよね。目合った時は本当ガチガチで確かにガチガチだった。でも初日もちょっと緊張してたけど、なんかこれ人見知りあるあるだと思うんだけど、なんかあれなんだよ、すっごい相手が喋ってくれる人だとちょっと人見知りが解けたり、でも相手がめちゃくちゃ人見知りだったら、人見知り同士めちゃくちゃお互いそのモードになっちゃう時と、なぜか喋れる時とかある。なんか人、何なんだろう、あの感じあるんだよね。なんか2年間ぐらい会ってても緊張する人もいれば、1回目で緊張しない人もいるという、何なんだろうね。ワンダーヤッホー、今日ありがとうボス。今日もありがとう、頑張ってね検診。よしこんばんは。ドロップってことに8かな。めちゃパスポットこんばんは。目がかゆい、かゆかゆ、かいちゃダメ。自分が出てない隣組さんの動画とか見てるとき、どんなとこ注目、バミリーとかフォーメーションとかが、まあ、一番だけど、あとはそのいいとこを見つけたいって感じ。いつもこうみんなと一緒に出てるときは立たないようなところとかも立ってたりすると、だから結構都内も遠征もそういうことが両方多いから、その若いときの方がシンポジとかが増えるのだからね。みんなね緊張してる中どんだけとか、その遠征組なら遠征組で、都内組なら都内組で、その時のテンションって違うの。いつもみんなでやってるときとテンション感って違ったりするから、めちゃくちゃハイになってたり頑張らなきゃっていうテンションだったり、いろんなテンションがあるから、どういうテンションでやってるんだろうとか、単純にパフォーマンスしてる。パーシュポット、僕の髪がピンクだった時、渋谷のスクランブル交差点ですれ違った話してほしい。誰？ちなみにまだマンボウ延長のせいでしろじゃない感じが避けるまいしな。ね、でもそういうのはね、判断は自分でだからね。シャワーがドキドキする。近いからね。もっとヤッホー、今日は頼んでくれた、今日の足の経過の、わかりやすいようなやつにしとくね。足が見えてるように。と思ってちゃんと足いっぱい、
してあげた。してあげた。自分的に正直がめっちゃ近く話してくれたから、そう、あ、人見知りだ、絶対、と思って。でもさ、あれでしょ、多分さ、慣れれば慣れるほどさ、喋れるタイプ？のーちゃん！のーちゃん！やっほー。赤ちゃん、十四松ってこれ。絶対あれでしょ。ゆうまくんじゃないかなって、こっち方どうしようみたいな。人によって話しやすさある。自分は話しやすい系統の顔とか声、でもあるよね、そういうの。人によって。ねえ、みんなと同じように喋れたら一番いいだろうけどね。今月が完全に行けなくなったから4月と5月にチャンス、わかった！1660日連続おめでとう、ありがとう。あと4日で1666日ですね。赤ちゃんなるかわからん。しんどいやろ。しんどいやろ。もうね、みんな優しくしてくれたかもしれないもんね。ああ、申し訳ないと思ってた。しょうちゃんのどこまでもずっとが天才です。おやすみなさい。のんた、ありがとう。乙女心？あれね、結構難しくてね、いつもね、おちさびのところね、ラーラララララでね、はぁーってね、なる。あ、今からだ。でもそこは勝負なの。もうひっくり返ったらおしまいだから、ひっくり返るの、ひっくり返るのと、どこまでもずっと、っていうね。でも普通にね、ライブで歌ってて、なんか一時期その、地声で出すと、100発100中じゃなくて安全牌取っちゃって、裏声で歌った時があったの。どこまでもずっとって。そしたら、お子さんがそのまま歌ってほしいって言われて、そっから地声にしてるから、やばいやばい、ひっくり返ったらと思いながら歌ってる。でも嬉しい。あそこ音いいよね。音刻まれてる感じ。てー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 て。好き。でもあそこ聞いたけどめっちゃいいと思う。あ、リュウキありがとう。やっほー。リリーさん、ハックすぐ違う女の話する。栃木とコロナを恨みたい。そうね、コロナも本当にね、ねえ、可愛いのは名前だけにしてってんってことみたいな。そう、慣れてくこと。え、じゃあいいね、これからだよ、みえちゃん。私たちありがとう、月。でしょ？ブヨブヨの足を。今日も、そう、遠征だとね、こうなっちゃう。あともうちょっとでおしまいして風呂入る。風呂入っちゃうよ。いや、腰が少々痛いごり、かわいそうに。もうちょっとだね、これから。でもね、本当に梅雨がね、やばいよ。結局はね、あれが一番よ。病院。でも整体は気をつけて、ところによってはもうね、聞かないとこに行ったら悪化するから。翔太イエーイ。これ全体のショールームの時もありがとう。お疲れ。あ、社長ほら、お疲れ。今日もさっきさ、あれ見たよ、チェキツイート、ありがとう。今日濃い一日だったってツイート、濃かったでしょ。天使よくマルクもその日の敵に直結するから、毎日ライブ頑張るの本当尊敬。そうなのよ、本当にそうよ。テンション違うからね、によっては。いろんなところがありすぎて、見るところ。しゅるちゃん夢に出てきていいよ。写真を見てから寝たらいいよ。超難しい、どのシャープ、って結構難しいよ。呼吸多いしね。ペシペシ。前もしおりちゃんの夢に入りたいな。ん、いいよ。ん、今日も可愛いわね、ミントンちゃん。そう、前髪ハゲゾウになっちゃった。今日も可愛いわね、ポーズ。ウェイク。あ、でもエフェクトかけられたんだ、かじ。どこがどこが全体的に違う違う、そうだよ。不機嫌になるから。
ひドライヤー頑張ってねって。頑張る。いや、いくは本当に大変そう。でも、しょうちとはすぐ喋れるの。え、嬉しい、嬉しい、嬉しい。喋れるようになろうね。これ、慣れてくんだよ。もしも、もしもさ、今後またさ、次に会えそうな時あったら教えてね。私も病院行かないと腰が、やばいの腰。いや、本当にね、結局は病院しか勝たんのよ。何にしろ。なんかさ、もうとりあえずその時をしのごうと思っていっぱいさ、サロンパスみたいなやつ貼ってたとしても、本当ね、それだったら絶対お医者さんに行って処方してもらったお薬とかの方が効くから。あ。って思うよ。もしかしても治らない系？治らない系？いいか。しょうがないということで。明日朝5時起きだけど、いつかしおちゃんの配信に行って。よかったか、今日こそ。よかった、おやすみ。すごいぶりだったからね。赤ちゃん、両やほー。そうだ、明日朝からね、育児配信をすることになったので、遠征組で。お願いします、9時から。ちょっと気をつけて見てください。全体的に難しいね。ちっちゃ。その心を、聞いたけど、普段そんな聞こえないような音いっぱいある。そうそうそう。乙女心って、いろんな音がめちゃくちゃ重なってるからね。そうそうそう。インストだけ聞くと超楽しそうだ。ショーチ、ショーチ、スミラミカン、パニック食べれるって本当。あ、なんかね、色によるんだけど、ミカンはね、ちょっと痒くなるみたいな感じはあった気がする。100% じゃないけど食べれんことはないみたいなイメージだよ。オレンジはダメだけど、みかんは食べれるみたいなイメージはある。なんで？エフェクトつけれる機械つけて。え、おしゃれ。超おしゃれじゃん。音的にこの台は結構強そう。あ、そうそう、パナソニックの台、めっちゃいいやつだった。プリちゃん画質良くなってる、マジ？なんでなんで？今も悪い？今も悪いですか？なんだー、どう？悪い？画質不思議。プリちゃん、シュプリーマ、やっほー。まだないけど、しょうちゃんの話終わったら寝る。そして、もうちょっとで終わる。何か分かってるもの、ちいちゃんにあげない。活用してるか？分からん、本人に聞いてみたし。ねえ、明日会えるの？明後日？なんかさっき言ってた、全体ルームの時。どっち？なんだ、今の音、あ、なるよかった。うん。こうなるわけじゃん。マジ？なんか、縦も縦にしかできなくなっちゃった。なんで？なんでよ。変な学校になっちゃった。マジか。マジか、マジ。はい。一瞬だけ？
それのね、波動16だよ。ミチさんで、ね、通い時はね、別に、ね、5分飛んでるからつらいね。いそうなの、カピカピよ。あ、質問してても、え、両方頑張ってくれるの、ありがとう。へへへへへへ、嬉しい。めっちゃコンタクト出るじゃん。なんの顔、今日のスクショ終わっちゃった、ドッキリー出て、ラブテル、視聴者かよ。19日のお母さんの日までに、じゃあそう、よろしくよろしく、次のなんか何日かった気がするか、ちょっとまとめてツイートしないとだ。でもなんか、全部の日程がちゃんとそれで探せるかという心配がある。腰ぶっと壊れてるけど、お大事にしてね、腰少しでも。目薬持ってない。でももうお風呂入る前に取っちゃう、取っちゃってそのままお風呂入って寝る。こんばんない、しかしおいしょ、目薬はへるよだってたまに目死ぬ時あるから、うん、得意じゃないけどね、なんか違うとこついちゃう。リンリンさん、こんにちは。リンリンのなんて言うんですか、赤ちゃん。どんどん炎症を回復に向かって、回復に向かっていますが、声が出ないの、超悲しいやん。ほんと、二人といいね。そんな時に面倒なの大変だ、ごめんね。全然、何が写真、全然よ。ちなみにバンダルカードチャージする。絶対かどうだ、ありがとう、ハドもリベンジ。ハドリベンジよ。それもほんと、やばい、怖い、ドキドキ。明日から連休だから、とにかく。そして、休んで、ほんと休むとラッキーだね。今日配信終わりまして、明日は大阪でライブがね、ありますので、ぜひ来てください。あとは、帰ったらね、20、22、会いに来てください。20がワンマン、22が誕生日です。来てください。明日は心斎橋3ホール。お疲れ様で、ゆえちゃんありがとう。じゃーん、ちらハチさん、ありがとうございます。ラブチル、お疲れ様です。お疲れ様です、ありがとう。明日ねー、ほんと明日ねー。で、超願ってる。みんなみんな首なし、名護を押してキリン福子、おやすみ、お疲れ様、またおやすみ。あと明日の、明日のオンライン楽市録座は夜、お願いします。配信ありがとう、ラブユミトちゃんもありがとう、ラブリーちゃん、おやすみ、ワンディー。ワンディー。お疲れ様、今日も可愛いしおちゃん見えたから。明日も頑張って。これ頑張って坊主。これは明日頑張りたい人のためのこと。ありがとう。また更新したら教えて。おやすみなさい、ラプンツェル。ちょっとおやすみ。あ、今おやすみ。今ね、髪かばかしちゃうよ。やばい、やばい、やばい。
頑張る。うん、だからクイズ役だからね。本当ありがとう。あ、そうなの、 M カード買うの、いいね。 M カードシネマ入ってるから、シネマ知らないの。バイバイ。また明日。また明日。